はい、どうも、ゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。はい、ということで、今回紹介する車はこちら。最新版、トヨタアクアの特別乗車、S スタイルブラックでございます。で、この S スタイルブラックなんですけど、アクアの S グレードをベースにして、トヨタセーフティーセンスとクリアランスソナーなどを特別装備したサポカー S ワイドに該当する特別乗車ということになっております。じゃあ見ていきたいと思います。1ページ目開きますと S スタイルブラックの紹介がね、載ってるんですけど、トヨタセーフティーセンスとインテリジェントクリアランスソナーがベースですと、メーカーオプションのところ特別装備として設定されているということになっております。で、スマートエントリーとね、スタートシステムも特別装備として装備されているということになっております。で、さらにエクステリア、インテリアもね、かなりクールな印象になっているということになっております。次のページではデザインがね、紹介されております。メッキを使用してかなりね、エクステリアもスタイリッシュな感じになっております。次のページではインテリアもブラックインテリアとなっておりますし、全体的に質感の高い感じになっております。スマートエントリーもね、装備されますし、フロントドアが赤外線カット機能付きのグリーンガラスとなっております。安全性能ですとインテリジェントクリアランスソナーが対応されますし、プリクラッシュセーフティーとか、あとエンジンパーチャーアラート、そしてオートマチックハイビームがセットになったトヨタセーフティーセンスが装備されます。あと、先行車発進告知機能も、採用されております。で、ボディカラーがクールな感じの、5色がラインナップされております。で、価格がですね、200万を切る価格となっております。で、アクセサリーもですね、専用のねアイテムが、ラインナップされております。で、裏表紙には主要装備一覧表と主要所見表がね、紹介されております。はい、ということで、今回は最新版トヨタアクアの特別乗車 S スタイルブラックについて紹介しました。カタログの内容と話の内容異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。また所々お聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。このチャンネルなんですけど、不定期で動画の方投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter のフォローもよろしくお願いします。で、 Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。